コキン TV です。本当にあの2020年皆さんありがとうございました。はい、結局ね YouTube 始めてもう2年経ちますけど、2年1回も特にバズった動画もなく、はい、本当にじわじわコツコツやってきて、まあ2年でね本当に登録者数4000人弱ということで、まあいいのか悪いのか含めて僕の中ではやってよかったなと思ってますし、これからもね引き続きやっていきたいと思ってますんで、引き続きよろしくお願いします。で、今日は2つですね、報告というか、8月ぐらいから YouTube 収益化もさせてもらって、まあ完全にねちょっとプライベートな動画にしていくっていう形で収益化しましたけど、まあその収益化する前に上げてたアバルトの動画とかが、まあ何本かね10万回近く行ってる動画が多かったんで、あの全然ね、あの今年入っての収益で言うと全然本当にあの本当にわずかなんですけども、そのわずかなおかげで、ね、スマートフォンのをアップデートできたりとか、 YouTube の撮影機材変えたりとか、編集のアプリケーションを変えたりとか、いろいろね皆さんがご視聴していただいてるおかげで、この YouTube 活動がよりこうスムーズにできるようになったので、本当にありがとうございます。はい、助かってます。はい、なので、まあ、この収益化したことによってよりこう YouTube のね楽しさというか、 YouTube の仕組みが分かったりとかして、もっとねこちら側から日本人の車選びを180度変えたいっていうサブタイトルを最近付け出したんですけども、皆さんにですねイタリア車の魅力を発信して、日本人の方が車を買うという選択肢の中にイタリア車がもうちょっとね食い込めるような動画をたくさん作っていきたいなと思ってます。なのでそこの軸に関しては YouTube 始めた時と全く変わらないですね。本当にね、トヨタさん、ホンダさんのディーラーならね、家の近所に3、4個あるわけで、むしろその中でどこ行こうかって迷うのに、フィアット、アバルトって各都道府県に変なし、1軒しかないじゃないですか。むしろないとこもあるんですよね。ないとこもあるんですよ、未だに。だからそういうのを含めれば、やっぱりこうやって情報発信してることが、まあそういったお近くにね、フィアット、アバルトのディーラーのない、アルファロメオも含めてね、ディーラーのない方々の情報提供にはなってるのかなと、少しは思ってます。はい。まあ大バズりすることが目的じゃないんですけど、よりね、こうやっぱ僕の動画が拡散されることによって、イタリア車っていう今まで選択肢がなかった人たちにも、やっぱりあ、なんかイタリア車いいなって思ってもらえるような形で YouTube の活動は続けていきたいなと思ってます。続いてですね、あの今僕のこのご機嫌 TV っていうのは、まあ会社からねちょっと試乗車使っちゃダメとかいろいろ制約が出てしまったので、車の紹介、まあこういった形でね自宅で車の紹介をさせてもらったりとか、あとは個人的なフィアット、アバルト、アルファロメオの使った僕のイタリア車のカーライフスタイル、それとあと営業マンのハウツーなんかをたまにこう3つねジャンルごちゃごちゃで今一つのチャンネルでやってるんですけど、まあこれをサブチャンというかね、ちょっと別で動画を作っていきたいなと思ってます。で、まあこんなところで言うのもあれなんですけども、実は去年の11月にフィアット、アバルト沼津店から同じ会社のですねフィアット、アバルト静岡に移動の事例が出まして、まあ本当急だったので、11月と12月に関してはもうほとんどねお店行ったり来たりで、ほぼ沼津店も毎日行ってたぐらいですね。でようやく来年1月から腰を据えてですね、フィアット、アバルト静岡に移動と、まあ完全にね僕の中で移動という形になります。3年間沼津店にいたんですけど、沼津ってすごく近く感じてますし、例えばご入庫の案内とか何かトラブルがあれば、もちろんね同じ静岡県内なので僕の方でフォローできるなということもあって、特にお伝えしてないので、今まで通りね沼津のお客様にも接していきたいと思ってます。そうで、まあちょっと話ずれちゃったんですけど、で静岡に移動しまして、フィアット、アバルト静岡の公式チャンネルを立ち上げようかなと思ってます。もうね、あの、やっぱりね、新しい車入ってきたりとか、なんか仕様変更の車入ってくると、やっぱ試乗したいんですよね。試乗レビューしたいんですよ。ちゃんと。ちゃんとやりたいんですよ。店で実写見てね。やりたいんですよ。だから、なんかもううずうずしちゃって、まあこれはね、もう完全に、まあ収益化はもちろんなくなるんだけど、正式に立ち上げることによって、で、それぞれのチャンネルで、その人が本当に欲しい情報だけを動画で上げることができる。その方が、結果ね、イタリア車の魅力って伝わるのかなと思ってますんで、まあ、まとめると、フィアット、アバルト静岡の公式チャンネルで、ちゃんとイタリア車の紹介をオフィシャルにしていく。で、僕のご機嫌 TV は、まあ、引き続きですね、イタリア車のあるカーライフスタイルを、
僕の身銭を切って、僕の本当素のイタリア社のライフスタイルをお届けする。はい。それと、もう一つ、営業マンとしての、輸入車営業マンとしてのハウツーの動画をやっていきたいなと。このね、3本立てで、来年はきちんとチャンネル分けてやっていきたいなと思ってます。ということで、まあ今日はこんな感じで年末を締めたいと思うんですが、明日からね、1月1日始まりますけど、特に僕は年末年始関係なくですね、動画を毎日撮って、週に2、3本上げていく。これをね、またひたすらね、年末年始長期休暇関係なく、やっていこうと思いますんで、ぜひ皆さん、本当にね、2020年はありがとうございました。2023年もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年をお過ごしください。I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.